はい、それではクロノトリガー続きやっていこうと思います。さて今回はですね、向かうべきところはここなんですけれども、ここ迷いの森なんですけれども、ねちょっとレベル上げをしてる時にね、面白いっていうか、なんかさすがあの太古の時代だなって思ってね、ここなんですよ。これ木も花びら角羽2種類3個ずつ合わせて6個と武器防具1つ交換。そう、ここね、あの防具屋さんがお金じゃないんですよね。そうなの、ここね、あの道具、なんか前回バトルした時になんか敵からねこの花びらとかドロップしたと思うんですけどね、それが材料になるみたいですね。それでね、花びらとね角しか持ってなくて、牙と羽についてはおそらくね迷いの森でねゲットできるのかなと思ってますので、ちょっとあの敵と戦いながらね今回も進めていこうと思います。よし、じゃあ行きましょうか。面白いよね、八日村のテント。キーのどこ行った、朝から姿見ない。俺見た恐竜人、広場から出てきた、南は迷いの森入った、ということでね、迷いの森に行かないといけません。じゃあやっていきましょう。いやー、牙とか欲しいな。だからね、3つずつあればいいんだっけね。だから3つ集まった時点で1回防具屋さんで交換しに行ってみようかなと思ってるんですけども。あ、イベントだ。キーノ、ここで何してる？どうした？いえ、キーノ。ごめん、エイラ。ムーたちのもの、キーノ盗んだ。なぜ取った？キーノ、エイラ好き、一番。エイラ、ムー好き、言う。キーノ、それ嫌。あー、嫉妬。あら、かわいい。あら、かわいい、キーノ。エイラさん、暴力はいけません。暴力は。キーノ、なぜ殴られた、わかるか。エイラ、キーノ好き、違うから。それ違う。エイラ、キーノ一番好き。だから、いけないこと許さない。それ違う。あら、両思いじゃない。よかったね。エイラ、中して仲直りしよう。ごめん、エイラ。ごめん、ムー。あ、いいよいいよ。さあ、ムーたちに大事なもの返す。ない、恐竜人持っていかれた。わー、結局そっちのパターンか。恐竜人どっち行ったん？この木の間入ってった。エイラたち行く。木の村戻る。エイラいないとき木の村守る。わかった、エイラ。ラブラブやんかい。キーの男、エイラ死んだり子供できたら、キーの、これなんて、総長、悠長、どっちだ、総長かな。エイラさん、暴力などと言ってすみません。さあ、恐竜人を追う。ムーたち大事なもの取り返す。ということで行きましょう。あ、ミドルポーション、こう降りて、お、ない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 、ね、お、いや、牙落とせよ。いや、エイラちゃん鬼強だからね。あ、これ何、色変わるの？よしよしよし。お、ナイスナイスナイス。お、よしよしよし。あー、炎入った。あれ、逃げた。違う。あ、やばい、空を飛ばされたわ。よし、ナイス。羽ゲット。お、羽持ってなかったよね。アテナの水。お、今度は、あ、このモモンジャみたいなやつか。何匹よ。2匹 OK。 あ、3匹。もう登場の仕方がまどろっこしいわ。お、強い強い強い。いや、新しい防具欲しいな。防具化装備。オッケーオッケーオッケー。強い。何？あ、花びらか。モモンジャモドキから花びらなんだな。よいしょ、ミドルポーション。で、ここも取って、ミドルエーテル。お、なんだろう。あ、こいつ、なんか、落としそう。わーい。え、恐竜は、確か、サンダーが効くんだっけな。バオバオ。
よし、倒そう。あ、聞かないじゃん。全然聞かない。あ、てか恐竜じゃなかったし、なんだこの猿みたいなやつ。猿じゃないか、なんだろう。あ、よし、あ、キマ嬉しい、やった。どっちだ方向的には。アテナの水。あ、あれ、どっち、ここじゃない。あ、ここか。下降りて、よいしょ。でシェルター。あ、でこう登っていくんだね。お、なんだろう。お、こいつらはサンダーが効くやつだな。よいしょ。こいつら何落とすんだったっけな。前回ちょっと戦ったもんね。あのね、収録までね期間が空いちゃってね、久しぶりに撮るんですけど動画。よいしょ、ナイス。あ、角か。お、レベル上がった。二人技。お、雷。ちょっと待って、なんか連携技すごい強そうなの覚えたんだけど。どっちだ、どっちだぜ、ベイベー。あ、上かな。いやー、これ取りたいな、宝箱。わっ、あ、うねうねしてる、うねうね、超うねうねしてる。どっか下に降りるルートがありそうだね。おお、鳥ちゃん。よし、じゃあちょっとやってみるか。引っかき噛みつき。あ、つい、強いか。あ、よし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 。ほうほう。ひか、あ、引っかき噛みつきは鳥技なんだね。いや、めっちゃ強いんだけど。よいしょ。あ、で色変わって、倒そう。あー、炎吐かれた。痛い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 。よし、ナイス。やっぱ羽ゲットできるから美味しいですよね。ですね、ぐるんと一回りして。ああ、お、恐竜どもか。よいしょ、ほい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 。これ効くんじゃない。あー、でもそこまで効かないか、やっぱ魔法か。ナイス。ででででで、でこのチキンタツタが。オッケー。一回回復しようかな。あ、そっか、やっぱり味方にいないとできないのか。じゃあキッスキッス。あー、いいね。これキーノがやきもち焼いちゃうやつやな。あ、ちょっと待って。あ、でこれで、ここでこれが取れるのか。ミドルエーテルでした。あー、なんかまだアイテムあるな。ちょ、上戻ろう。シンボルエンカウントだからね、敵がなんかポン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 出てこないのいいよね。ドラクエの過去のナンバリングみたいな。あ、ミドルポーション。よいしょ。万能薬で、これで下に降りないといけないのか。正しいルートは下降りるルートですね。よいしょよいしょ。オッケー。お、で迷いの森のこの先で恐竜人アジト。あ、マジでアジト来ちゃう。チース。ん？あれ、ここだよね。え、入れないんだけど。あー、ビビった。あ、なんかめっちゃおる。
ちょっと戦ってみようか。3対1だけど、あ、違う、4対1だ。やばい、いけるか。連携、ドリルキック、技、回転レーザー。回転レーザーね、みんなに当たるから強いんですよ。ドゥン、おお、効く効く効く。あ、強い。おしおしおし、強ロボで一掃。あ、こいつ羽落とすんや。よいしょ、ここ下降りればいいかな。おお、こいつら羽落とすか、戦っていこうかな。よしよしよし、痛い痛い痛い。ナイス。さて、じゃあ下降りて、これなんか霧のいいところ、あ、でもまだ10分ちょいか。あ、こいつはあれじゃない、牙か何か落とせそうじゃない。やろうぜ。こいつこそサンダー効くだろう。ドデカなんちゃら。おお、ちょっと強そう強そう。ああ、そんなんだよな、よかった。もうエイラーがね、強い強いわこの子。あ、感電して防御ダウン、オッケー、ナイスだよ。まだ超ダウンじゃ、感電してる。ナイス、おお、感電が、あ、キバキバキバ、よっしゃ。ん？あ、びっくりした。あ、カエル？カエルじゃない。違う、キモ。なんか気持ち悪い。キモい、キモい、キモい。雷噛みつき。じゃあちょっと行ってみよう。ガブ。わ、なんかまずそうだな。強いな。破壊力やばいよね。こう、エイラちゃんの攻撃の。だから全体攻撃より単体攻撃の方が多いけど、その威力は抜群みたいな。てか、あのロボやば。でもこいつは花びらなんだ、落とすの。花びらはね、たくさん持ってるんだよね。あ、ちょっと待って、なんか宝箱守ってんだけど、こいつ。あー、出てきた。はい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 。どでか、なんちゃらは。関連者、オッケー、ナイス。あ、こいつ恐竜人か。あ、恐竜に見えなかった、なんか宇宙人に見えたんだけど。関連する、オッケー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 。よしよし、まだ関連。よーし、花びら、牙、オッケー。じゃあこれもらっちゃおう。ハイエーテル。あ、こいつも宝箱も持ってるな。あ、ストーンメット、お、ちょっと待って、これ誰の装備品だ。エイラかな。あ、私だ、私もいける。ストーンメットほい。あ、なるほどね、エイラはもう装備してんのか。で、ここですね。あ、恐竜ある、恐竜。うん、あのキノコみたいなのも敵かな。あ、敵だ。あ、バオ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 、サルガッサ、ガブー。あ、760、やば。火力やば。こいつあれか、恐竜のように見えて実はサルでした、あのやつか。な、死なないな。ナイス、花びらと牙。お、レベル上がった。やべ、もうレベル20ぐらいか、私。あ、もう、おー、レベル20。大台乗りましたね。油が溢れてくる、20台。ちょ、こいつ素材欲しいからめっちゃ戦うわ。よ
し行くぜ。サンダー効かないもんね。全力斬りやってみようかな。うーん、ちょちょちょ、あ、こいつキノコ投げつけてくんのか。よし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 、おお、ナイスロボナイスすぎんよ。よいしょよいしょ。おるな、なんかすごい、あの警備が厚くなってきましたね。もしかしたらボスが近いかもしれんね。よし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 、プインプイン、よしよしよし、感電してるぞ。まだか、あとは普通の攻撃でやっていくか。よしよし、あともうちょっと。ナイスー、回復ができますね。じゃあちょっとシェルター使って休もう。オッケー。であとはセーブをします。じゃあ奥行きましょう。あっ、これは一体本当にあの猿どもがこんな高度なものを。あっ、ボスだな。あざや、北の猿が、ほう、お前たちエイラたちとは少しばかり出来が違うようだな。ふふ、ちょうどいい。この装置は何に使うものだ、教えてもらえるかな。いやだね。では仕方ない、話したくなるようにしてやろう。いでよニズベール。ニズベール、あ、やばでかこいつも感電させればいいか。ドラゴンのように見えないけど、あ、あいつ逃げ出しやがったぞ、アザーラ。ということでボス戦だ。雷噛みつき行くかな。電気の力を帯びたエイラは強いよ。あ、全然効かない。あ、でも感電してる。ナイス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 。ちょっとロボタックルしてみよう。やっぱ感電が金を握るみたいだな。アルマジロキーク、おお、なんかね、感電させてその後は物理攻撃をしていくって感じか。おお、強い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 。あ、ちょっと、え、何、感電出たエネルギー放出、やばっ。わー、痛え。ちょ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 、え、じゃあこれちょっと感電ダメか、やばいなこれ。待って、でもちょっとサンダーしてね、感電するじゃん、で回復するじゃん。だから感電でケアルビーム、よいしょ。よいしょ。豆にかけ直さないとダメかな。サンダーかけて、でケアルビームして、あ、でもやっぱサンダーが効くな、感電しててもしてなくても。あー、やっぱり放出しちゃうか。ちょっと待って、これ回復回っと、よし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 、エイラがやばい。ちゅよいしょ、サンダーする。やばいなこれ、回復薬をちゃんと、よいしょ、ロボでケアルビーム、オッケーオッケーオッケー、よいしょ。お、強いぞ。ケア
R ビーム、もうロボが回復役だな。あとは2人でピンピンやろう。よいしょ、ちょっと待って。よし、でダメージ受けるからここで回復して、でサンダーかけて、もう感電の放出した時が怖いね。KR ビーム、はい、で連携、全力切り、これ自分にキスした方がいいな、これ。よし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 、よいしょ、ほいほいほい、ドゥーン。よいしょ、自分にビームして、よいしょ、いいよいいよいいよ。よし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 、でキスもう一回だな。よいしょ。あね、エイラちゃん、このパワー溜まるのすげえ早いから、あ、大丈夫そうですね。よいしょ。あ、ちょっとムンちゃんの MP がヤバスなんだけど、いけるか。やばい、ズーン。あ、やばい、あ、やばいやばい、感電させてない、ちょ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 、感電させないと、やばい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 、ちょっと待って、あー、どうしよう。これはキスだな。キスして、よいしょ、サンダーかけて、よし、間に合った。危ない。よし、で、チュ、リアルビームして、やばいな、 MP がやばいんですけど、そろ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 、あ、よし、倒した、よっしゃー、ふー、お疲れ様でした。やったー、うん、500枚。終わった。に、ニズベールが猿どもに負けるとは。さ、ムーたちのそれ返せ。だが覚えておれ、この大地は我が恐竜人のものだということをな。あ、返してくれた。貴様たち猿どもなの謎に譲りはせんぞ。よかったね。大丈夫です、特に故障は見当たりません。いつでも来るアザーラ、エイラ負け。うげ、どうした？ゲーゲロゲロ。どうした？入っちゃった。もう行くか。エイラつまらない。いろいろとお世話になって楽しかった？ごめん、ムー。キーの強くなるムーよりも。また来い、ムー。宴やる、飲む、食べる、踊る、戦う、楽しい。あー、これでお別れなの？マジか。寂しい。嘘でしょ？はい。お別れか。ちょっとセーブしとこう。セーブセーブ。仲間になるかなって思ったのにな、エイラちゃん。よいしょ。じゃあちょっと待ってね。結局洋館村のテントよ。何持ってるか。牙、花びら、角、羽。あ、おー、じゃあ花びらと牙で行ってみるか。あと何くれる。牙、お、ルビーガン。おー、ちょっと待って、あといろいろ見ていこう。はい、ルビーガン、花びらと角だと、なんだろう、花びらと角はやったわ。花びらと羽だと何、ストーンアームってことはロボ、ロボか。ちょっと待ってな。よいしょ、ちょっと全部見てみよう、全部の組み合わせで。牙と角だとなんだろう、マンモ
もさん、あ、これは欲しい。交換。あ、ごめん、なんか全部見るって言いながらも。牙と羽はなんだろう。羽。ルビーベスト。あ、ルビーベストってあれか。エイラが身につけてたやつか。よいしょ。あとは、角と羽か。最後の組み合わせ。角と羽だと何？ストーンメット。あー、そういうことね。なるほど。じゃあちょっとベストもらおうかな。ルビーベスト。だから、牙と、角かな。あ、違う。マモさん。ちょっと何だったっけ？何だったっけ？え、牙と羽だっけ？羽。おう。よし。いや、これでいいかな。花びら。同じ組み合わせはダメ。いや、ちょっと装備しましょう。あー、これ早めにゲットしたかったわ。あ、でも魔力落ちるんだね。まあ、どっちを取るかって話か。でも攻撃力めっちゃ上がるな。これはいいですね。ルビーベーストめっちゃ上がる。やば。おお、火属性半減だしね。強。よし。あ、でももう26分か。じゃあちょっとこんな感じで終わりにしておきましょうかね、今回は。これそのまま戻っていいのかな。これでね、ゲートが通るはずなので、これで戻れると思うんですけれども。ポン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 。わー、ここ来たわ。よいしょ。スルースルースルー。極力スルー。あー、これは戦うか。あ、恐竜チャーマンしてよ。あ、やばい、回復してないや。あ、4匹か。はい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 。いや、ちょっと今日はこの辺で終わりにしておこうかな。でも次回ちょっと戻るところからやっていきましょうか。もう30分ぐらい経ってるからな。ちょっとね、あのアイテムっていうか装備品とかもなんか全部欲しいところなので、ちょっとレベル上げしつつ、レベル上げしつつ材料集めて、ちょっとね、ルビーベストは欲しいな、みんなの分。ちょっとね、やってみようかなと思います。いや、面白い、ほんとこのゲーム。よいしょよいしょ。ほい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 。こんなさ、なんかさ、だいぶ昔のゲームなのにこんな新しい感覚するのはすごいよな。感覚っていうか新しい。すごい、なんか全然古さを感じないもんね、ゲームに。よし、じゃあ、ちゅうわけで今回ここで終わりにしておきましょう。はい、じゃあ次回はね、戻るところからね、やっていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。